ちょっと否めない。あ、かわいいね。いい音鳴してる。お疲れ様です。スラフチャンネルの有馬です。今日はですね、皆さん見てもらったら分かると思うんですけど、いつもと撮ってる場所が違うんですよ。実はですね、今日特別ゲストがうちに来ています。ということで、よろしくお願いします。どうもー職室キッチンでーす。よろしくお願いします。お願いしますお願いしますということでね、なんとうちに職室キッチンさんが遊びに来てくださいました。で、ところで、何しに来たんですか？なんてことを言うんですか？なんてことを言うんですか？ゲストに言うセリフじゃないですなんか、はいはい、ピンポーってね、急に来られましたよ。急にじゃないでしょ。しかも、あれですよ、アビコさん、遅刻されまして、はいはい、何があったんですか？職務質問されました。それはネタですか？ガチ。ガチだった。どういう状況だったんですか？まあちょっと僕がちょっと遅れてるのを自覚してたんですけど、はいはいはい、それでもう遅れちゃいけないと思って、もう道を思いっきり走ってたら警察官3人にちょっと俺はっきり聞こえましたもん。どこに行けて、違う、どこ行かれるんですか？もう今日はね、そのお祭り、お前じゃない。いや、それ無事にこのところ今日は有馬さんの仲間たちにご飯を作りたい、はい、ありがとうございます。はい、めっちゃ嬉しいですね。ありがとうございます。野菜をちょっと食べていくかどうかなと思います。はいはい、野菜を、野菜、僕も最近ちょっと野菜不足なんですけど、はい、ペットのキッチンですか？あ、もちろんまあ、後でね、アニマさんにもしっかり料理を作ってくれると、はい、ありがとうございます。はい、そういうことでございます。お願いします。はい、ということでね、こちらの動画ではうちの、多分白松くんとか、そうですね、双子とか青じたとかにご飯を作ってくださると思うんですけど、はいはい、また別途職室キッチンさんの方のチャンネルではね、僕の方に今度は料理を作っていただけるということでそちらでも動画上がりますので、ぜひ、ね、はい、そちらの方も見ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。それじゃあ早速本日の動画いきましょうか。はい、はい、どうぞはい、ということで、ね、今からアビコさんに、うちのね、双子の白松くんたちと、青じたちゃんのね、ご飯を作ってもらいたいなと思います。よろしくお願いいたしますよろしくお願いします。ホ、はい、ギちゃんたちのサイズにしていきたいと思います。ホギちゃんたちのサイズ、はい、どのくらいのサイズすいません、包丁マジでこれね、もともと切り方あるんですけど、ここでやっていいのかなちょっと待ってください。それは取らないと大丈夫ですか？こういうことですねこれね、包丁がだいぶ僕使ってないんでやばいですよ、その包丁。大丈夫かなちょっとバカにしてるけど本当に合ってんだよこれをすることによって押して切るよりかぼちゃの重さで切るの、うん、それで歯が通りやすいんだでもここまでいったらいやそれやるんだ。危ないよ、最初はかぼちゃなんて硬いんだから。いや、それほんとね、もう何年も使ってないような包丁ですからね、本当に。いや、大丈夫です。大丈夫そうですか？はい、皮はちゃんとこれで切れたんですよ。はい、さすがですね。有馬さん、普段ご飯作んないですよね。あ、もう全く作んないですね。ねえ、本当、作ってくれるような彼女がいたら嬉しいですね。作ってくれるような僕、オンリーなんで。オンリーなんで。なんで一人にオンリーばっかり辛いすごい、この全然研いでないダメダメな包丁でここまでサクサク切れるとは。本当、包丁さばきすごいですね。そんな細く、それ今切ってるのはレタス、そんな細くレタス切ってるのは初めて見ました。ようやく、アビコさんの方がね、うちの白松くんたちに、ね、ご飯をね、作ってくださいました。ありがとうございます。こんな感じでね、仕上がってます。めちゃくちゃおしゃれじゃないですかこれで、ね、多分せっかく一生懸命飾り付けしていただいたところ大変恐縮なんですけど、はい、一瞬でぶち壊したと思うんですよ。うちの白松くんたちはちょっと楽しみですね、はい、今そうです。どういう感じになるのか、はいはい、じゃあ早速ね、今から与えていきたいと思います。お願いします。はい、じゃあね、早速白松くんがね、もうね、待ちきれずに出てきちゃったので、アビコさんにね、白松くんに野菜をあげていってもらいたいと思います。はい、お願いします。さあ、どうぞお召し上がりください。お、はい、こっちの方が綺麗かな。お、
どうかな。これは阿比子さんにビビってんじゃないのか。この辺はちょっと否めないっすよ。これは俺が嫌いなんですよ。お、距離持った。どう？お、お、お、食べそう。オクラあげてみましょうか。俺なんでこんなこと。なんでこんなの。はい、どうぞ。フルシカトされてんじゃん。俺前世で何かしたか。完全に仕方がないじゃん。わざわざ電車で来て職質されて野菜買ってきて仕方されてます。見てもないんですか。いや、阿比子さんどうされました。あれ俺今日このこと初めて会ったのに俺なんかしました。いやー、白松くんもしかしたら人見知りしちゃってるかもしれないですね。まあまあ確かに。かぼちゃ、色がね、はい、明るいやつは結構食いつきいいんで、かぼちゃとかちょっとちらつかせてみてください。わ、はい、かりました。これ色物結構好きなんで、はい、どう？お、お、お、いけたいけ、色物ですね。下、はい、もう口に突っ込んじゃうくらい。口に突っ込んじゃう。そんな応援あるか。あ、嘘でしょ。じゃあちょっと僕がまずお手本をやりましょうか。すいません、はい、やっぱ揚げ方が下手くそなのかもしれない。こうちょっとね、下の方で。あ、なるほど。おお、でも食べますね。やっぱあれですね、ツルツルするんで、はい、食べづらいところはあるかもしれないですね。はい、よまちゃん、お、でも食べますね。下の方がね、食べやすいですね。嘘でしょ。これ、阿比子さんを見てますよね、さっきから。怖いのかもしれない。お、一回吐けますかね。一回吐けましょう。ちょっと白松くんは食べないので、赤松ちゃんに、赤松ちゃんも待ってるんで、はい、赤松ちゃんにあげてみますか、はい、赤松ちゃんあげてみましょう。はい、なんかすげえ悲しい。じゃあ阿比子さんお願いします。はい、下の方がいいですよね。はい、おお、ありがとう、ありがとう。もう君だけだよ。君だけだよ。これなんかなかなか、あ、すごいすごい絵面ですね、これは。爬虫類対決。おお、おお、おー、いいね、いいね。いいね、もう君だけだ、ほんと。赤松ちゃん、いいね。ん？切れた。あ、時間で切れるよ。いいよ、いいよ、どんどん食べな、どんどん食べな。いやー、赤松ちゃん、なかなかいい食いっぷりですね。いい表情しますね。嘘でしょ。どっちどう見る。あ、で、お、お、お、あ、できた、よかった、よかった。結構食べ進み、はい、食べ進みですね。かぼちゃはね、結構好きだと思うんですよ。やっぱ好きですよ、ね、ね、あ、かわいい、かわいい。人参とかも好きですか。人参とかも結構好きですね。今回有機野菜だから絶対体にはいいと思うんですけどね。お、有機野菜ってよかったね、赤松ちゃん。おー、食べた。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。双子にめちゃくちゃ感謝を述べる阿比子達也さん。お腹いっぱいになったかな。まあね、これが現実ですよ。こんだけ大量に作っていただいてもね、実際食べるのはこんだけっていうね。そんなもんですよね。あ、無理か、無理じゃない。
はい、ということで、あの安らげた感想どうですか。はい、あんなことになるとは思いもしませんでした。まあね、これがやっぱりあの生き物を飼うということですからね、はい、なかなかね、人間の思うようには、ね、言ってくれないこともあると。まあでも今回シロちゃんに関してはシロちゃん犬みたいに言うね。ちょっとシロちゃん連れてきましょう。はい、シロマッちゃんどうでした。野菜はお気に召しませんでしたか。顔が怖い。見つめてる顔が怖いよ。俺もたまにちょっと目ちょっと変なことになる。いやね、シロマッちゃんね、なかなかね、食べてくれなかったんですよね。なんか何でしょう、心持ちがずっと俺の方を見てたんでしょ。ほんとね。おぉ、すみません、すみません。おぉ、おぉ、おぉ、おぉ。かわいいな、君は。かわいいな。こんなに握力ないもん。なんかね、ずっと言うんですよ。でも、かわいいね。かわいいね。まあね、白松くんとかもちろん、先ほど赤松ちゃんも食べてくれたと思うんですけど、うん、野菜よりもフルーツの方が好きでした。なるほど。で、うちにはね、青舌が2匹いるので、はいはい、青舌たちもね、フルーツ大好きなんで、ちょっとそちらをね、あげていけたらいいなと思ってるんですけど、今日なんか、そうですね、フルーツを用意して。そんなこともあろうかと。さすが。はい。さすが。どうせね、何にもしてねえデブだと思ってたんだよ、みんな。いやあいつ料理もしねえし、出ても来ねえし、何もしてないじゃないか。そんなことないですから。おお、来た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 。これなんか見たことあるぞ、この。僕ら職質キッチンのおかげで、有馬さんの顔、本邦初公開でございます。はい、ということでね、今からリベンジなんですよ。こんな感じで。なんか今食べましたね、アビコさん。ちょっとやっぱ一回味見しとこうかな。のんびり。大丈夫ですか、ちょっと薄暗いか。あ、いいですね。お気に入りなさい。あ、それか大きいもんよく出した方がいいですね。こんな金取るシーンだから何も喋ることない。もう動画として成立してるんです。まあでもそもそもどごちゃごちゃしてやんの。職質キッチンデリバリーの時は、アビコが包丁を持ってきてるんですよ。ああ、なるほど。はい、で今日本当職質されてたから。いやマジ良かったですね、包丁忘れてよかったよな。そう、もうここをもし包丁持ってきて食事されたら俺多分1時間遅刻してたって。シャレにならへん1時間遅刻。俺全然1時間待てたけどな、この部屋すごい楽しい。まあまあまあね、ゆっくりできましたもんね。ほんと楽しいですよ。ほんとに楽しい。もうこの前水族館行ったんですけど、はいはい、全然こっちが楽しい。めちゃくちゃ楽しい。こんだけテンション高く話してる間も、アビコさんはコツ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 切って。はい、本当に。個体がね、綺麗なんですよね。いやー、ありがたいですね。